西鉄グループ西鉄バス西鉄バス2日、支給二日、市交通オリジナルカラーの一般路線車、西鉄バス2日、四株式会社は、西日本鉄道の子会社の一つで、福岡県春日市、大野城市、筑紫野市、浅倉市、福岡市などで、路線バスを呼び、貸切バスを運行するバス事業者である。西日本鉄道が100%出資している。名称は、 西鉄バス二日市であるが、本社は、大野城市の月の裏営業所にある。これは、母体の会社である二日、市交通が成立当初、二日、市地区が所在する地区市の市に本社を置いていたためである。ルーセントカラーの貸切車路線車近年、貸切バスには、新車の導入、西鉄グループ内からの移籍車や、中古購入など、積極的に力を入れている。 担当路線2021年3月15日現在、春日中川ハイツ線南川丘線、つつじ岡丘線、春日大橋線、春日市巡環バス線、大野城市、巡環バス線、中川市巡環バス線、廃止路線使用機器運賃表示機と運賃箱は2日、市地区で唯一小田原機規制を使っていた。これは当時雑誌の熊自動車営業所平野大車庫の名残である。 その後、液晶の運賃表示機と運賃箱等は、順次、レジップ制に切り替えた。担当路線2021年3月13日現在二日支線、筑紫のバス、星ヶ岡線西鉄二日、市東口梅公園入口太宰府高校場、西山線かつては西鉄二日、市、JR 二日、市駅から、冷水峠を経て、飯塚バスセンターまで運行していた。 午前中は、上西山線の重当車が、午後は、筑紫野線の重当車が運用される。筑紫野線海町巡回バス車両大財布市役所、循環線過去の路線2日、市線上西山線西鉄2日、市駅 JR2 日、市駅東新町石崎、朝倉街道、朝倉街道駅、ハリスリ東筑紫野中学校入り口、盲学校前から、 天山体、山下道山下駅山下小学校裏の下から、上西山から、冷水峠、飯塚バスセンター。西日本鉄道運営時代から運行していた路線で、その後幾度か改変を繰り返している。筑紫のバス、筑紫のバス三笠線、西鉄バス二日市線と連続運行する西鉄二日、市発着の便があり、はひかりが丘東を経由しない本堂寺駅は、 土曜一本のみ運転だったが、2019年4月1日の改正ですべて廃止された。西鉄バス2日、市天木支社西日本鉄道から天木営業所として管理委託されている。管理受託路線においては、車両、路線、停留所は西日本鉄道が保有し、天木支社は運行業務や停留所の維持管理などを行う。 所属車両に記載される営業所表記は、間天城幹線の一部は、破棄で乗務員が現地出退勤する便があったが、2016年11月1日より、破棄現地出退勤分の運用を公述する、たバスに運行を委託することになった。所在地は、福岡県朝倉市母大寺540番地の位置で、敷地内に天城営業所停留所が設置されている。 車庫の所在地が浅倉市となるため車ナンバーだが、西鉄バスにおける定期券上の地区としては、福岡地区に分類されるため、ワイドエコルカードなどの福岡都市圏全線定期券が使用できる。系統によっては、運賃が3桁を超えることから、他の営業所、支社とは異なる運賃表示器を使用している。二千十九年十月一日運賃改定での 最高額運賃区間は JR 二日市破棄の1100円。なお、直営の西日本鉄道天城自動車営業所時代の2001年までは、福岡日田間高速バス日田号の一部の便の運行を担当していた。担当路線天城間線線畜市の市内から畜前町経由で浅倉市を結ぶ路線。畜市の市内から浅倉市内までのほぼ全線で、 県道福岡日田線を経由する。いずれの行き先番号も方面色、系統色の設定はない。幕式の場合は、黒枠黒字、LED の場合は黒色を表示して運行する。2016年11月1日から全運行本数の約4割を、日田バスが担当することになった。天城博多線、太宰フライマーバスタビビと用の車両が使用される便がある。 ダザイフライナーバス旅人ダザフライナーバス旅人2017年3月25日をもって併設されていた西鉄海第二営業所とともに閉鎖され、海町コミュニティバスは原始車へ、その他の路線は西日本鉄道海自動車営業所に移管された。担当路線空港循環線大野城東部、循環線南福岡線、中型ワンステップ車、または、 標準に荷大型車が使用される。43番以下と同時に、雑書の熊営業所から転属となった車両は、所属表記が変更されないまま運行していたが、2011年8月頃までに、全車の表記が修正された。板月線一部南福岡駅発着便が存在する。すべて、福岡県内。このほか西鉄グループのターミナルにも乗り入れる。 通常は、管理委託路線には、西鉄、西鉄ロゴ入りの車両が、自社運行を呼び、専業路線には、西鉄、GROUP、西鉄バス2日、白ゴ入りの車両が使用される。このため管理委託路線と、自社運行を呼び、専業路線が混在する。営業所では異常時を除き車両運用が分けられている。月の裏本社大型車は、西日本車体工業。 B 型車体の日産ディーゼル、イスズの配置。イスズ車には、西部バスから移籍した、ノンステップバスも配置されている。土日は、ペイペドームリンジにも使用されることがあるため、ETC を装備している車両がある。つつじが丘線では最低地上高が低いイスズ車の使用を避け、通常時器は三菱不走車ばかり使用していた。2011年の路線閉じに、 低年式車や車体未更新車を避け、更新車ばかりが割り当てられたためイスズ車も毎日走るようになった。その後2013年3月のダイヤ改正で日産ディーゼル車が転入し、同車をメインに運行されている。かつてはイスズ車、三菱不走車、MP217K と MP317K も配置されていたが、転属や廃車などで配置がなくなっている。 中型車は、イ子ズの純正車が配置されている。主にカスが、中川配置線の一部便で使用するが、稀にカスが大橋線のダイソーに入ることもある。かつては、日産ディーゼルの西高九十六 m c イ子ズの西高九十六 m c も配置されていた。窓か号用として、専用塗装の三菱不装エアロミディ ME ポンチョが、野音用として、専用塗装のポンチョが、 カワセミ用として、専用塗装のヒノリエッセとポンチョ、トヨタハイエースが配置されている。その他、カワセミの予備車として、イスズエルフ UT、マドカ、ヤヨイの予備車として三菱不走のローザが配置されている。原子車大型車は、日産ディーゼルの西高 B 型が配置。主に二日市線4から1番で使用されるが、土日は、 ヤフオクドーム臨時にも使用されることがあるため ETC を装備している。筑紫女学園大学のスクールバスを中心に使用される車には運賃箱が設置されていない。中型車は日産ディーゼルの西高 B 型、イスズの西港 96MC と純正車が配置されている。かつては三菱不走と日野の西高 B 型、 日産ディーゼルの JM が配置されていた。9、2日、市交通塗装車には、上西山線の行き先表示幕しかないため専用に、使用されていた。星ヶ丘専用の7メートル車として、一般路線塗装の日産ディーゼル RN、スマートループ塗装の日のりエッセが配置されている。以前は、松田パークウェイやイスズジャーニー Q、三菱エアロミディ MJ も配置されていた。 海町コミュニティバス専用車として、リエッセが配置されている。また、マホロバ号用として、専用塗装の日産ディーゼル RN とリエッセと、ポンチョも配置されている。天城支社、天城支社所属車全車が、管理委託車で、一般路線用の低唱車と、ダザイフライナー旅人用の高速車が配置される。一般路線用の全中費の大型車は西高、西港。 B 型の日産ディーゼルの配置。原則として40番、41番、400番に、重当以前は、椅子図の配置もあったが、廃車や転属で現在はなくなっている。三菱不走についても、たバスへ、運用移管による、破棄営業区への転属や廃車などで配置がなくなった。2015年3月に、ダザイフライマーバスタビビと用として高速車が、 数年ぶりに配置された。前海を送り込みで400番天城博多駅船にも使用される。純正車体の椅子図、日野の配置。L が2台とガーラは、太宰府市の観光名所をあしらったラッピング車両となっており1台ごとに模様が異なる。ガーラ3台は2017年4月1日に増発された際に新車で導入された車両で、 デンマーク出身のフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマンとダザイフ・フテンマングがタイアップしたデザインのラッピング車両となっており1台ごとに色が異なる。さらに同年秋には従来車置き換えのためガーラ3台が追加で導入され、ダザイ・フラッピング車両も置き換えられた車両のものを引き継いでいる。2020年導入のイスズガーラは西鉄の高速バス新デザイン。 ハーモニー塗装である。かつては、西高 B 型の日産ディーゼルスペースランナーも配置されて、いたが2020年に、ハーモニー塗装のガーラ導入後 RA274K は、西日本鉄道赤間第二自動車営業所に、転属している。特定車原子車に配置されている大型路線車のうち、スクールバス及び営業所近隣の送迎用として、使用される路線車は、 特定扱いに変更されており、運賃箱、運賃表などの収受設備が撤去されている。富士重工18型 B ボディを仮装した車両を高速バス、九州号の続行便として運行される貸切車、観光バス仕様の車両は月の裏本社のみに配置されており、繁忙期には福岡と長崎を結ぶ高速バス、九州号の続行に使用される。 原始車には、主に、スクールバス及び営業所近隣の送迎用として、使用される車両が配置されている。日産ディーゼル車は、スペースワロー RP が1台。その他に試行解さんから導入されている、セレガ HD、エアロクイーン、エアロエース、ガーラ HD、中古導入で、セレガ FC が2台、ギエッセ、メルファ、日産ディーゼルスペースランナー RM1 台も、 存在する。過去は大半が西鉄本社及び西鉄グループ各社からの譲り受け者であったがすべて自社発注の新車に置き換えられた。自社公式ウェブサイトはない。西鉄バス二日市の時刻、運賃は西日本鉄道公式ウェブサイト内の西鉄総合時刻、運賃案内で検索可能。ありがとうございます。